はい、今回は、GU のバレルレッグジーンズについてちょっとお話したいと思うんですけれども、ちょっとこの辺に画像を載せておくんですが、メンズとレディースで一応あるみたいなんですけども、一応公式によると、まあユニセックスで着れるの、履けるので、まあメンズがレディースを履いたり、レディースの方がメンズを履いたりもできるらしいです。はい、で、めちゃくちゃ人気らしくて、なんか全国の店舗で発売する予定が、なんかあまりの人気でなんか延期になったらしいですね。ただネットでは注文できるようなんで、まあ急いで欲しい方は買ってもいいのかなと思うんですけども、まあ自分もちょっとねミーハーなんで、ちょっと気になってて一度ちょっと買おうかと思ったんですが、まあ自分が結構もうずっと愛用してるリーバイスのエンジニアドジーンズっていう立体裁断のデニムがあるんですけども、それもちょっと画像を載せておきます。これに結構似てるんですよね、シルエットが。なので、まあちょっとなんだろうな、このバルーン型っていうんですかね、なんかちょっとこう太ももあたりが太くて裾に向かってちょっと細くなるようなシルエットが可愛いなと思って、バレルレッグもちょっと気になってたんですけども、ちょっとこのエンジニアドジーンズでこと足りそうなんで、とりあえず保留にしてるような状況ですね、自分は。でですね、まあ買うなら、この画像載せてるこのレディースのこの薄い感じの色がいいかなと思うんですけど、ちょっと店舗販売されるまで待とうかなって自分は思ってますね。っていうのも、そのやっぱ試着してみないとちょっとわからないんで、もしかしたらそのシルエット的にやっぱメンズの方がいいとかだったり、レディースはちょっとやっぱりメンズが履くと微妙だみたいな感じだったりとか、まあ自分には似合わないとかだと困るので、とりあえずリーバイスのエンジニアドジーンズを履いて我慢じゃないけど、ちょっと店舗展開されるまで待とうかなと思ってます。はい、結構インスタグラマーの方とかインフルエンサーの方が結構宣伝してるらしいんですけども、自分一回もなんだろう宣伝してる人は見たことないんですが、なんか YouTube で検索するとやっぱり結構いるっぽいですね。一つも動画見てないんですけど、どういうおすすめの仕方をしてるか分かりませんが、もうおそらくなんだろう、太めだけど、なんでしょうね、なんか、ただ太いだけじゃなくて、こう、足が、裾がこう、なんだ、細くなってるんで、スッキリも見えるみたいな、そんな感じの紹介の仕方かなとは思うんですが、確かに今、ワイドジーンズ、太めのジーンズが流行ってるので、ちょっと飽きてきた頃なのかなっていうところに発売されて、人気が出たんじゃないかなっていう、まあそういう、なんだろう、考察じゃないけど、そういう背景があるんじゃないかなって自分は思ってますね。まあ自分も同じで、最近太めを履いてたけど、なんだろう、ちょっと変わり種が欲しいなと思って、なんだろう、太めのカーゴパンツを買ったりとか、いろいろこうね、変えて気分を違う感じにしてコーデを組んでるんですが、まあそれにバレルレッグはめちゃくちゃちょうどいいようなシルエットだと思うんで、まあ、気になる方はまあネットで注文してもいいとは思うんですけども、自分みたいに店舗販売されるまで待ってもいいのかなっていう気はします。はい、ってな感じで、もし購入したら、まあ、YouTube なりブログなりレビューするので、よかったら、チャンネル登録、ブログのブックマーク保存などよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございます。